久保さん、説教したらしいじゃないですか。まあ、最近ね、僕ね、あれですね、あのー、まあ、そういう人は少なくなってきましたね。まあ、あの、価格を上げたんで。<laughs> 価格を上げ続けてるんで。<laughs> うん。まあ、ただね、あのー、みんなやっぱ価格から入りますから、 まあ、あのー、価格で、価格を提示する商品も作ってきますけどね。前ね、その、なんだ、999円の、これも売り方変えたんですけど、前999円の商品を買って、アップセル3000円かます、ワンタイムオファーで、あの、3000円かましたときにね、たかが3000円でね、たかが3000円でこんな売り方しやがってみたいな、なんかそんな感じで言われてブチ切れたんですけど、 3000円を稼ぐことをバカにしてんのかみたいなね。そう。うん何なんでしょうかね。3000円をバカにするみたいなね。もう1円でもバ僕バカにしてないですけどね。1円でも多く取るためにはどうすればいいのかっていう。だからこれがなんか感覚的にちょっと違うのかなと思うんですよね。なんか商売をやってる人であるならば、その、 どうすればその利益取れるかを考えるのは当たり前で、1円でも利益取ることを考えないといけないと僕は思ってるんですね。1円でも10円でもとにかく利益を上げるっていうことが、まあ最大優先であるんですよ。うん。いかに安く売ろうかなって考えてたら破滅しますよ。だって利益取れないんだから。うん。 まあ、その本当に大企業でね、あのめちゃめちゃその大量生産で,できるとかだったら、ロット数はユニクロとかねあの、そういうレベルであるならばその安い、安くて品質が良くて大量生産みたいなね、できないことはないですけども、ユニクロになれますかって話で、<laughs> で無理なんで、個人でやっていくんだったら、いかにどう利益作っていくのかは、もう最優先で考えていかないと。 うん、なんかその、まあ、趣味でやってるんだったらいいんですよ。趣味でやってるんだったら。うん。その、なんかそ、それが生きがいだ、みたいな。だから、なんだっけな。前、その、おばあちゃんが、その、おばあちゃんがお店をやってて、まあ、そこはなんか500円で食い放題みたいなね。も趣味だよ、みたいなね。まあ、それは生きがいだよ、みたいな。まあ、それはそれでいいと思うんですよ。利益なんか考えてないと。もう生きがいだと、これが。 そ僕は趣味でやってないし生きがいでやってないし飯食っていくためにやって,くやってるんでいかに1円でも多く取るかっていうのを考えてますから、うん、でもあの普通に働いてる人はねやっぱそれを考えないわけじゃないですか、うん、ってか考えることがないですよね、うんうん、多分ね こういう思考を持ってる人であるならば給料上がると思いますよ。そもそも会社、あ給料っていうのはどこから発生してるのかっていうと、会社の売上ですよ。つまり、会社の利益。会社の売上ではなく、利益なんですよ。残ったキャッシュですよね。まあ、会社ってその売上と利益って違うんですよ。ね売上が何百億円あっても、純利益がなんぼみたいなね。 営業,営業利益なそのナンバーみたいな話な話んで,すよでそのあキャッシュで払われてるので仮にその働いてる人の中でねこの会社の経営をどうすればあ利益が残るのかとかねどうすれば利益が上がるのかって考えて動いてるもし従業員がいるとするならばそれは給料上がる可能性はありますよだけど給料上がらない人の思考っていうのは何かっていうと それを考えてないんですよね。俺の給料少ねいみたいな。こんなに頑張ってるのにって。それは、それはあなたの、あなたが与えられた仕事は頑張ってるかもしれないけれども、会社全体のことを考えてますかって話なんですね。今、会社の状況がどういう状態で、会社の部署がどのように回っていて、どの歯車がうまく回ってないのか、もしくはうまく回っていて、うまく回ってない場所はど,どこにあるのか。 それを全体考えて、じゃあそこに対してアプローチしているのか、考えて提案しているのか、多分してないでしょうね。給料が少ないって言ってる人たちは。うん。だからなんか、まあ多分そこでしょうね。自分で稼ぐってことは全部を考えていかないといけないので、まあ自分を経営していく、まあ自分の会社を経営していくわけですから。うーん。そう。 なんかその思考の違いですからねやっぱね、うん、考え考える場所の違いというか、うん、やっぱそこを変えないと、うん、まあ同じその同じなんか歯車なんだろうなあのちゅネズミのチューチューマウスじゃないですけどこの小さい歯車で一生懸命走って、ね、ずっと永遠に走ってるみたいなね 文句言うみたいなね <laughs>、うん、やっぱそこから抜け出さないと、まあうまくはいかないですよね。うん、だってそれは事実じゃないですか。あなたの給料どこから発生してんの会社の利益から発生してるんで <laughs>。会社の利益が少なかったら、それは給料少なくなるし <laughs>、うん。でもし仮に会社の利益がめちゃめちゃあのあるのにもかかわらず、給料が1円も上がらないんだったら、それは、まあ、社長がね、あの、 あの独り占めしてるか分かんないいいいですすけどそそれははの会社は辞めた方がいいと思いますねしっかり利益が出たらしっかり分配するっていう仕組みがない会社で働いてるんだったらそれはあなたの選択が間違っただけであってまた選択し直せばいいだろうし、うん、ただこれも会社の考え方であのトヨタもね、まあ、その労働組合との話し合いの動画もあるんですけども一応その労働組合から来た意見に対して給料をちょっと上げたと。 ただその内部保留ですね。で、この内部保留は今後のこういうものに使うからこれは必要だみたいな、なんか大きな明確的なビジョンだったりとか、こういうことをやるためにこのこ,こにお金がかかるから、えー、これはあの保有しとくとか、まあそういう明確的なものがあるんだったらまた話は別ですけどね。で、それを聞いてあなたが納得できないんだったら、まあそうやめればいいだろうし、いや、そんなきれいと言っといて、実はどっかで、あの、なんか、 取ってんだろみたいに思うんだったらその会社辞めればいいだろうし <laughs> うーんまあ,あー考え方ですねいってらっしゃい